もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。渋く太い声なのになぜか優しさを感じ、いつも首元には独特なねじったスカーフと、おしどり夫婦の夫として長年人気を博していた俳優の中尾彬さん、先ほど彼の訃報が届いてしまいました。2018年に就活夫婦という本を執筆され、就活については終わったと公表され、そして400本近くあったネジネジネクタイも半分以上処分されたことや、持ち家を手放されたことを世間へ報告され話題になりました。最近ではテレビにもほとんど出演されることなく、 CM などで見る機会しかないようでしたが、どのような晩年をお過ごしだったのでしょうか。奥様の池波志乃さんと夫婦仲睦まじいお姿がとても印象的で、世間でもその印象が一番に来ると思いますが、意外にもお子さんがいらっしゃらなかったり、その理由も驚きの内容だったので、今回の訃報の内容と合わせてご紹介させていただきます。最後までご視聴よろしくお願いします。まず中尾彬さんの生い立ちについて簡単にご紹介させてください。1942年8月11日生まれで、千葉県木更津市のご出身。生家は酒屋を営み、1958年に千葉県立木更津第一高等学校へ入学。バレーボール部では主将を務め、1960年に油彩画石の花が千葉県美術展に入選し、1961年に武蔵野美術大学油絵学科へ入学。1962年に日活ニューフェイスの第5期に合格して映画に出演されています。絵画を捨てきれず、翌年に大学を中退してフランスへ留学するも、留学期間を短縮。1964年に帰国して劇団民芸に研究生として入団し、中平光監督、加賀真理子さん主演の日活映画「月曜日の床」に助演、期待の新人俳優として注目を浴びることに。その後1970年に日活と民芸を離れてフリーとなってから、各映画会社やテレビで活動を始めます。1975年に「本人殺人事件」で主役の金田一耕助を演じ、役者として認知を広め、1978年から「暴れん坊将軍」では初代徳川宗春役を演じ、これが見事当たり役となりました。そこから1978年から絵画創作を再開して、1978年に個展を2回開催。フランスのルサロン展で1981年に文楽狂乱が大賞、1982年にカントリー故郷が国際賞をそれぞれ受賞後は、定期的に個展を開催されるなど、テレビや俳優業では見せない一面でも彼の能力の高さを発揮されていました。1993年ゴジラ VS メカゴジラ以降、 G-FORCE 麻生司令官役でゴジラ平成 VS シリーズにレギュラー出演。2000年代のミレニアムシリーズでも3作品に出演。1998年の GTO の内山田浩司教頭役以降、現代劇の出演が増えていきます。その他数々のドラマや映画に出演もされ、あの独特なテンポ感での口調や豊かな表情でいろんな役を演じてこられ、昭和平成の名優の一人と言えるのではないでしょうか。そして活躍の場はバラエティ番組にも広がり、愛妻池波志乃さんとお二人でまさにおしどり夫婦の代表的夫婦として出演されていらっしゃいましたね。そんな奥様との出会いについても簡単に触れていきたいと思います。1978年に女優の池波志乃さんとご結婚。そんな二人は1977年の時代劇「だるま大輔事件帳」で共演し知り合いました。そして池波志乃さんが中尾さんに電話番号を渡したことがきっかけで、二人が恋仲に発展していくことになったそう。ロケの待ち時間に入手困難だったお酒を飲んだことがあると周囲に話していた中尾彬さん。そんな話を聞いた池波志乃さんが、いつでもそのお酒が飲めるお店知ってるよと話しかけたんだとか。そして台本の裏にそのお店の地図と自宅の電話番号を書き、
中尾さんに渡したのをきっかけに仲を深めていかれたのでした。テレビでもよくおっしゃっていたので知っている方も多いかもしれませんね。しかしお二人にはお子さんがいません。とても意外だなと思いました。その理由は二つあるようで、池波志乃さんは結婚後間もなく妊娠しましたが、子宮外妊娠で入院してしまった過去があります。その結果流産となり、しばらく子供を作ることを控えていたんだとか。ただ子宮外妊娠は再発率が多く、池波志乃さんの体を考えて子供を作らない判断をしたという理由と、中尾明さんは当時離婚の慰謝料のため数千万円単位の借金があったようです。そのため身体面と金銭面を考え、二人の時間を大切にすることを選ばれたのかもしれませんね。それでもお二人仲良くテレビに出演され、毎日のように拝見していたのに突然お姿が消えてしまい、一部では中尾明は業界を干されたというような噂も出回ってしまったのですが、これは全くのデマだったのですが、実は2007年3月31日早朝、毎日放送の生番組知っとこのレギュラー出演のために滞在していた大阪市内のホテルで高熱で体調不良を訴えて救急車で搬送、急性肺炎および横門筋誘拐症と診断され、 ICU で絶対安静の状態だったが、4月3日夕方に一般病棟へ、5月に都内へ転院して5月15日に退院、そして自宅療養の後に6月30日放送の「知っとこ」に生出演されたのでした。あまり聞き慣れない横門筋誘拐症という病は、薬や怪我などが原因で筋肉が壊れてしまう病気で、筋肉が破壊されてしまうことから、ミオグロビンなどの筋肉中のタンパク質が血液中に大量に放出され、重症の場合には腎臓の機能が悪くなって亡くなる危険性がある病のようです。当時中尾さんは助かる確率は 20% 前後だとも言われていたそう。妻の池波志乃さんもかなりショックを受けたそうで、 20% という数字に驚きを隠せなかったと後に振り返っておられます。元気なイメージのある中尾明さんがこのような重い病気を患ってしまった理由はストレスだと言われています。というのも同時期に池波志乃さんも体調を崩しており、仕事と妻の看病でいっぱいいっぱいだったと言葉にされていらっしゃるようでした。中尾さんは少し早い段階で体調に異変を感じていたようですから、仕事を休んででも早めに病院を受診していればこのような大事にはならなかったのかもしれません。しかしその後、驚くべきことに3ヶ月で芸能界に復帰されています。以前ほど番組出演をされることはありませんでしたが、夫婦お二人で決めたゆっくりなペースで再び芸能活動を再開されることになさったようで、どこか羨ましくもあるほど素敵な夫婦だなと改めて実感いたしました。その他 CM の出演やお菓子のプロデュース、そして東北から沖縄まで4カ所の観光大使も務めておられました。そして2018年、池波志乃さんと就活夫婦を出版し話題になりました。就活については終わったと世間へ報告され、当時約400本あったネジネジのネクタイも半分は処分され、沖縄と千葉にあったアトリエも手放されたようです。中尾さんはお互いが元気なうちに就活はするべきと話し、就活についてテレビ番組でも語っていました。2020年1月に出演した東京 MX 5時に夢中では、俺は神さんと就活を始めたよと言い、お墓を作ったり遺言状を書いたり、余分なもの全部、沖縄の家も売ったし千葉のアトリエも整理したと、家を処分したことなどを説明。大きなものから整理しているよ、処理しようか迷ったけど沖縄の家は16年いたからと話し、共演者が驚くと、1年使わないものは全部捨てた、写真も1万枚近く捨てたよとおっしゃり話題になりました。そして今回の訃報が届いてしまいました。死因は心不全で、5月16日に死去していたことが分かりました。81歳でした。葬儀、
告別式は妻の池波志乃さんら近親者で営んだそうです。こだわりが強く、おしゃれにも人一倍気を使い、特にネクタイが嫌いで、夏でもマフラーやストールを欠かしませんでした。ねじって首元に巻くのがトレードマークで、あきら巻き、ねじねじと呼ばれ、あのこわもてから出ると思えないチャーミングな笑顔を思い出すだけで胸が苦しくなる思いです。心からご冥福をお祈り申し上げます。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。